マスさんにやってもらうのはもちろん初めて。もちろんすごいことだよ本当に。いやこんな光栄なことないよね。ないよね。いやこんなチャンスないんでね本当に今日は一つでもね多く学んで帰りたいと思います。おお。蹴りのミットをほとんど打ったことがないです。あ、ほんと。総合において蹴りがどのくらい大事なのかっていうのはちょっと分かんないかな。あんま蹴らないですよね、やっぱり蹴らない。ローキックぐらい。そうですね、ローと、まあ、ハイとかですかね。では、もっと伸ばす。そういうとこだって。そう。もっと。今伸びてないの分かる？ここで、ここがいいんだけど、今ここで当たっちゃう。そう。これ兄貴もそうだったな。兄貴もやっぱ短いです。うん。伸ばすっていうことはやっぱ自分が遠い距離で戦えるってことか。はい。曲がってるこの距離だけど遠い距離。そう。シャープだけどパワーです。もっと体重乗せる。ちょっと前。体ごとぶつける。そうそういうこと。体ごとぶつける。そう。でそれだと今だとモロにカウンターもらうから。はい。この相手の首を掴んで。ああ体でもぶつかっちゃう。で俺膝蹴りのカウンターもらったことないの。もう体のとこを、はい、全部でぶつけていいじゃん。ああ相手のパンチに体を痛いですね。そういうことカウンター合わせないまず今の僕の受けてなんか どこが直したの？まあ本当にやっぱり60キロとは思えないね。やっぱ兄弟パンチの質はすごい似てて。ありますか。はい。うん。やっぱこうゴーンってパンチなんだよね。うん。でやっぱこう。でも総合の選手、昔の総合の選手と違ってやっぱコンパクトに打つのうまいよね。はい、ボクシング、はい、習ってます。一山君のとこ行ってるでしょ。そうです、はい、っていうのが、まあよくうまいなっていう。だから本当にブレないっていうことで、はい、もうしっかり、まあ、素手で受けてよくわからない。ああ、そうで、これで今、ナックルを当てるっていうさ。はい、自分で分かるでしょ、はい、ナックル当たってる、はい、それが大事です。 でこれだと、はい、これだとパンチ短いじゃん。あ、短い、はい、あ、そこですね。そう、パンチのミットもすぐ、本当はここだけでもすぐ、はい、結構出してくれますもんね、大体そう受ける人手首だ、これのトレーナーもやっぱこう手首だけで持ってたから、こういきなりってパンチ伸びないんだけど、はい、それをやってると、はい、徐々に自然と体がパンチ伸びることを覚えてきて、はい、本当に最初俺のトレーナーはスカスカミットだった。スカスカミット。ああ、こういうミットだとなんか受ける人は下手くそだなと思うんですけど、これが正しいんですよ本当は。これが徐々にこのここで、はい、ここで止めるのって
短いでしょ、はいはい、だけどこれ逆に言うと拳1個分パンチが伸びるってすごいことで、はい、ここで止まってたのが、はい、拳1個分これだけ伸びることでここに入ってくるの、はい、だからいかにこのこう伸ばして打つっていうことが大事かっていうことかな。あとはだからすごい重い系のパンチだから、はい、なんて言うんだろうな、切れもっと切れがつくと、はい、もっと良くなってくるから、もっと切れですか、うん、で切れをつけるって、まあ、なかなか言葉で言うように簡単じゃないんだけど、はい、一番嫌なパンチって切れるパンチだから、はい、重いパンチより切れるパンチの方が分かる、はい、スパーやってると分かるんだけど、フェンシングみたいな感じですね、うん、はい、切れる声が一番もうもらっててもう嫌だっていうようなパンチになってくる、はい、そういうのをこう身につけていくと、ありがとうございます。